はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯を作ってまいりたいと思います。本日のお夕飯なんですけれど、こちら、トップバリューのですね、黒胡椒香る、ネギ餃子、初めて食べるんですけど、半額だったので買ってみました。まあね、あのイオントップバリューの、ね、餃子なんで多分美味しいんじゃないかなと思ってます。あとこちら、お豆腐、豆腐でしょ、豆腐食べて、で、あのトウモロコシ、これなんか収穫後あの24時間以内のトウモロコシだってなって、食べたいなと、夏だしさ。あ、きれいきれいなトウモロコシだね、美味しそうだね。これね、98円だったの。これを茹でて食べたいなと思っております。では餃子も焼いていきたいと思います。トップバリュー黒胡椒香るネギ餃子。もう失敗だね。フライパンダメだこれね、こびりついちゃった。結構上手にできた。完成です。はい、それではお湯が完成でございます。トップバリュー黒胡椒香るネギ餃子、まあ大丈夫、上手にできた。ちょっとね、本当こびりついちゃった。ちょっと箸でこっとそこを削りながら上手にやったらなんとかいきましたね。もうどっちにしてもあのフライパンはもうダメだな。寿命もう3年ぐらい使ってるからもうしゃねえな。トウモロコシに豆腐、冷ややっこ、薬味なし、薬味なしなんだけど、これ薬味なしにはちゃんとね理由がある。ちょっとあのわさびとかき出し醤油で食べようと思ってる。あのわさびつけて豆腐食べるときにはね、あの薬味ない方がいい。まあ、わさびが薬味になる。あれなんだ。ではお疲れ様です。美味しいね、暑いね。ねえ、越谷市37度とかだな。とりあえず何か食べよう。ちょっとトウモロコシか。トウモロコシすげえ久々に食う。いただきます。なんか取れたて24時間以内。甘い、すんごい甘い。これね、98円安いわ。うん、トウモロコシって取れたてがいいんだって。なんか時間が経過するごとにあの糖度が低くなる。これはいい買い物した。
黒胡椒香るネギ餃子出すか、短額だったかとりあえず何もつけてんだ。あ、おいしいわ、抜群にうまい。結構しっかり塩気があるこれ。うん、ポン酢つけても美味しい。いや、ほんと黒胡椒すごい効いてる。味の素の冷凍餃子にも黒胡椒のやつ美味しいもんね。参議院選挙やってるけどさ、 YouTube のショート動画見ると、あの各政党のショート動画でなんかあのアピールしてるね。なんか選挙のあり方も本当変わるよね。でも1分だけだとさ、いいことしか言わないからね。あんまりなかなか内容、中身が分かんないから、しっかり考えて投票しないと。もう当分は日本はあの自民党が政権取ってた方がな、安定するとは思うけど、うん、あの山本太郎さんのさ、令和新選組ってあるじゃん。あれがあの消費税廃止とかさ、消費税を 5% にするとか言ってるけど、まあ、実現すれば短期的にはすごい経済効果だよね、あれもね。でも法人税とかさ、ずっと削ってきたから、減らしてきたから、所得税もそれでそのまあ消費税で補ってきたんだけど、で 5% にしたあと、どこの税金を増やすんだっていう話がさ、見えてこない。やっぱり自民党かな。なんか最近すごくなんか、いや、老いを感じるよ。なんか年を取ったなって感じをすごい感じる。あの気力面とか体力面とかさ、精神力とか、ものすごく感じるわ。取ったなと思う。年を取ったってその感じるけども、でもなんかさ、その昔さ、マークが若い頃言われた、なんか近頃の若いもんはとかさ、そういったことは思わないね。だから若い人見てるとなんか全く別の世界にいるような人のように感じるな。だから若い人と話してても面白いけどね。なんかすぐ感情がさ、言葉とか態度に出るから、若い人は。そうするとなんか、あの、なんか読みやすいというか、それはある。
味しかった。本日もなんかテンションの低い夕飯でございました。いいんでございます。ここ リアルの夕飯をお届けするのが中年の大島君 TV でございますので、全然問題ございません。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。